まずはね、トップでやります。出ないね。この辺の払い出しどない？あ、出たぞ。ビヨーンと飛んで、ビヨーンと飛んできたね。ビヨーンと飛んだ。次はどうや、あ、また飛んだ。よっしゃ。おっしゃ。お、なかなかのサイズやな。なかなかのサイズやんか。よいしょ。なかなかええサイズやんか。よいしょと。あ、もうこれ以上いけへん。よいしょ。すげー、来ました。ありがとう。70ちょい超えやな。ありがとう、ありがとう。よし、逃がします。ありがとう。おい、危ない。嬉しいね。あ、出た。今いいですね。これぐらいの時がね、トップはいいんですよ。どうや、ほら。あー、乗らんな。出たけど食わんかった。今の結構良かったけどね。よし、やっていきましょう。まあ、だいぶ引いてるね、潮が。お、早くも1あたり乗らんかったな。1あたりしたけど、いやダメ。このルアーね、この間魚釣り来た時に、拾ったルアーなんですよね。なんていう名前か知らんねんけど。よう飛ぶし、当たりはええわ。あ、もう当たった。
あたた、あたた、あたた。おーしゃしゃ、おーしゃしゃ。よいしょ、よいしょ、よこしょ、はい、ありがとう、よこせ、はい、釣れました、2匹目、ありがとう、よこしょ、よこせ、おい、サンキュー、大丈夫か、大丈夫か、オッケー、あ、あ、どこ、どこ行った、あー、ちょっと大変なことになってしまった、大変なことになってしまった。よいしょ。うわ。どこ行った。どこ行った。どこ行った。よし。ちょっと救出に行きます。ルアーを救出に行きます。よこしょ。こう来て、こう来て、サンダルに引っかかってんの、あんたサンダルに引っかかってんの、よいしょ、まあ、サンダルを取ろうか、よいしょ、あ、よかった、よかった、よかった、よいしょ、まあね、ルアーも大事なんやけど、ゴミになるのがね、良くないんでね、こういうのは頑張って、よいしょ、救出行きましょう、お、マジか、急、お、ちょっと、ちょっと、あー、たた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 た、よいしょと、お、これはさっきのより小さいね、だんだんとサイズダウンしてるな。いや、このルアーなんか釣れるね、このルアー釣れるな、なかなかいいルアーですね、よいしょ、なんかフォルム的になんかメガバスみたいな感じはするけど、メガバスこれ、よいしょ、ようわからんな、もう一発、え、嘘、マジでそんなに当たるこれ、そんなにエルワなんこれ、魚がいっぱいおんのか、ルアーがええのか、おお、ああ、また同じとこに入った、よし、あー、キス、キス、行こう、あー、ちょっとあかんなこれ、巻き替えよう、はい、巻き替えました、まあね、まあ、ルアーマンやったら大体皆さん知ってると思うんやけど、根掛かりするときにはしっかりとね、あの引っ張って、まあなんていうんかな、なくすとしてもルアー、ルアーだけ、糸をね、糸を変に切らないで、しっかり引っ張って、ちぎるように心がけんと、
ない手元から。あ、あ、来た。マジか。よーくんな、このルアー。そんな起きない。よいしょと。よいしょ、おい。よいしょと。おい、取れるか。また取れる、取ってくれる。無理。よいしょ。ルアーはね、あのしっかりとこうルアーの根元で切るようにやらんと、糸のねゴミなんかが出て鳥が死んでる画像とかね、みんな見たことあると思うんやけど、そういうことにもなりかねへんのでね。あ、取れた。よしよし。なんかルアーはね、なるべく、よいしょ、うわ、根元から切ると、もしね、あのルアーが助けられへん場合はですよ。そやけど、極力ルアーをね、助けてあげる心がけ。ルアーももったいないし、あのゴミにもなるしね。それと、あの糸の巻き替えですよね、糸の巻き替えなんかもわりかしね、あの、あ、これなんか気づいてんなって思ったら、もうその時点ですぐにね、糸は巻き替えた方がいいです。僕みたいにね、あの小物ばっかり釣ってる人だったらええんやけど、大きな魚をね、あの狙って釣ってる人やったら、もしね大きな魚が気づいたね、ラインとかリーダーでやり取りしてるとね、やっぱり切れたりするんで。これはほら、これもね、これちょっと気づいてるでしょ。でこれ、こういうのもね、あのはっきり言って、今これがね30ポンドラインなんで、これぐらいの傷やったらね、基本的にさっきの魚ぐらいは全然あげれるんやけど、そやけどもしね、大きな魚が来た時にこれじゃ切れることがあるので、めんどくさいのはめんどくさいんですよ。そやけど、しっかりね、めんどくさがらずに、糸はね、やっぱり巻き替え、結び替えっていうかな、あのした方がいいですね。あと、こういったゴミをね、絶対に捨てない。これゴミね、ゴミはもう絶対捨てないで持ち帰る。ちょっとしたことなんやけどね、こういうのもね、あの要は、なんちゅうの、あの慣れですよ、慣れ。だから初めのうちはね、ちょっと抵抗あるなと思ってても、あ、ほらほら、これよーく見たら、この辺からや、この辺から来てんね、この辺から傷んでる。あとこういうのもね、あのゴミ、こういうゴミとかも、めんどくさがらんでね、ちゃんと持って帰りましょう。もうほんとね、慣れですよ、慣れ。これがね、当たり前になったら、あの本当にあの面倒くさいという、ことすらね、あの気にならないっていうかな、なんていうんかな、まあ慣れやな、やっぱり何言うてんねんね、まあ、ね、こういうリーダーもね、あの持って帰るんですよ。もうこんなんね、もうはっきり言って、一流のね、ルアーマンはもうみんなやってることやから、まあ一流になりたい人やったらね、なんちゅうんかな、その、魚釣りの技術、以上のね、こういうものがやっぱりその一流のルアーマン、まあ僕は三流やけど、そやけど、あの、そういうね、あの一流のルアーマンになるためのね、まあお仕事と考えといて、
この絶対持って帰ることね。これができるかどうかが一流か三流かの違いです。まあ僕は魚の腕、魚釣りの腕が三流なんであれなんですけど、マナーはね僕は一流やと思ってます。さてやりましょうか。よいしょと、よしやってみましょう。さてどうやどうや、うわー、波来た、うわー良すぎ、波良すぎ、うわー波良すぎや、よしおりゃーでや、あー、え、もう来てんの、嘘やろ、落ちパクできとったんや今。もう一回。このルアー何？めっちゃ釣れるんやけど。あー。ダメ、ダメっすか？あー当たったけどー。テンション抜けてもうた、テンション抜けてもうた、情けな、いや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 、すげえなこのルアー、いやー今のはな、今のは大丈夫な逃げ方やったと思うんやけどな、ほら、ああ、嘘やろ、魚がね、バレるじゃないですか。これ魚がバレた後は、魚が釣れへんようになるってみんな、うわぁ、で、それね、なんで魚がバレた時、後に魚が釣れへんようになるかは知ってますか？知らん人多いと思うんやけど、よいしょしょ、これね、かかりどころなんですよ。魚のかかりどころ。よこしょ。よこしょ、はい釣れました。うっさっ、よこしょっと、はい、おお、スズキやな、きれいきれいきれいなスズキです。よいしょ、とこ入ったけどどうや、
よっしゃ。こいつ一発やったな。うわー、これはなかなか強い。これはなかなか強いで。うわー、これはええ続きや。よいしょよいしょ。全然跳ねおらん。うわー、これはええ続きやぞ。うわー、ここでか。よっしゃよっしゃ。うわー、よし、おっしゃおっしゃ。よいしょーと。よこせと。どこぞ。もうちょっとだけ上げこ。よこしょーと。うわー、これはでかいな。これ80近いな。さて、よこしょと。はい、動くなよ。おとなしくしてくれよ。うわー、あ、残念残念。よいしょ。はい、77でしたね。残念残念。でもありがとう、嬉しい。よし、ありがとう。よこせと。お前絶対暴れんなよ、今鍵柄すごいから。よこしょ。ういおー、いや嬉しいね。はい、どうもお疲れ様でした。ということでね、今回もまあ数はねそんなに、びっくりするほど上がらなかったんですけど、まあ77センチっていうことでね、まあまずまずの平鈴木が釣れたんじゃないかなと、僕的にはねすごい満足してます。でこれからね、1年通してねどういう風なコンディションになっていくのかっていうのがまだわからないんですけど、まあ先シーズンと比べるとですね、やや、型がね、いい型が揃ってるのかなっていう印象はありますね。でずっとね、あの去年先シーズンはずっとあのコロナで、ホームのみでのね調校をしてましたので、今シーズンはですね、なるべくね、遠征とか含めてねちょっとこう違うフィールドにね、お邪魔させてもらおうかなと思っておりますので、引き続きねあの平鈴木釣り、楽しみにしておいてください。ということでありがとうございました。バイバイ。おっしゃ。おお、おお、よう引くよう引く、よう引くけど、これ何鈴木なんほんまに。鈴木？ああ鈴木ちゃうやん。鈴木ちゃうやん。よいしょ。よいしょと。よし、よし。どう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 。はい、ありがとう。
うわっ